ボノボ。ボノボ、パンパニスカスは、哺乳子霊長目ヒトカチンパンジー族に分類される、霊長類。別名ピグミーチンパンジー。一根五民主共和国中部、体長オス七十三から八十三センチメートル、メス七十から七十六センチメートル、体重オス四十二から四十六キログラム、メス二十五から四十八キログラム、同族のチンパンジーと比較すると、 体型は細い。頭部の体毛は中央部で左右に分かれる。側頭部の体毛が直立し、外観では磁界が不明瞭。チンパンジーに比べて上半身が小さく、それに比例して農容量も小さい。赤ん坊は過細く、頼りない状態が長く続く。顔の皮膚は黒い。同族のチンパンジーと比較すると死死は長い。 メスは発情すると生側が膨張し、ピンク色になる。種商業パニスカスは、俗名パンと同義で、ギリシャ神話の神パンに由来する。野生のボノボの生態は、保護を目的として研究が進められた。また、カノウリュージラは、今後の赤道州、ワンバ地区で直接観察による調査を開始した。この調査は、内戦の影響による中断を経て、現在でも、黒ダス駅。 古市武氏、伊丹元和らによって20年以上の長期に渡り続けられている。定地にある一時林や二時林、七輪に生息する。木の衛星だが、全市の指関節外側を設置して、地表を四則歩行、ナックルウォークすることもある。中高生で、夜間になると十条に日ごとに違う寝床を作って休むことが多い。 22から58平方キロメートルの行動圏内で生活し、1日あたり1.2から2.4キロメートルを移動する。複数頭の異性が含まれる50から120頭の群れを形成して生活するが、複数頭の異性が含まれる6から15頭の群れに分散することが多い。オスは生まれた群れに泊まり、メスは別の群れに移動する、不軽社会。具体的には、 生後4から5年で、母親や他個体から離れるようになり、生後10年ほどで他の群れに合流する。一方で、群れの中心にいるのはメスで、菜食などの際には、メスと幼獣がより、良い場所を独占してしまう。個体間で緊張が高まると、疑似的な交尾行動、マウンティング、オス同士で尻を付け合う。尻付け、メス同士で生側を擦り付け合う。 ほかほかなどの行動により緊張をほぐす。マウンティングは霊長類後半で見られ、他の霊長類では優位のオス個体が上になるが、本種の場合は群れ内の地位と上下が一致しないことも多く、互いに上下を入れ替えて、マウンティングを繰り返すこともある。他の群れに対しては接近すると鳴き声を上げて、 興奮するが、特にメス同士は一時的に接触あるいは混在し、他の群れの個体に対し蒸気の性的行動を覗き込み、相手の顔を覗き込み、覗き込まれた方は通常相手から目を逸らす。着霊個体で顕著で、成熟に伴い頻度は下がる。後に毛づくろいを行うこともある。一方で、オス間での他の群れとの関係は激しく争うことはない。 物の敵対的あるいは、非友好的であると考えられ、他の群れに積極的に接近せず混在することもない。少数だが、他の群れのオス同士がフレッシュ性的行動を行った例もある。オスは枝を引きずりながら、群れの中を走り回る、だ個体に対して突進するなどして、自分の存在や優位を主張する行動を行うことも、ある。幼獣同士で互いに正気をこすりつけ合う。 成獣の性的行動に割り込む、成獣の性器を凝視する、交尾の真似をする、オスの幼獣が、メスの成獣の性器に触れたり陰形を挿入するなど、幼獣も遊びとしての性的行動を行う。成長するとこれらの遊びとしての性的行動の頻度は下がるが、生後十三から十五年が経過して、成獣と同等に振る舞えるようになると、社会行動として、再び性的行動を、 ようになる植物の葉、目、草本、果実、蜂蜜、昆虫、ミミズ、小型爬虫類、ウロコオリス類やリス類などの小型哺乳類などを食べる。群れの中で食物を分配する行動が確認されている。他個体に手を差し出すことで食物の分配を要求し、この行動をされると最優位個体であっても拒否することは少ない。 妊娠期間は9ヶ月。出産間隔は4から6年。授乳期間は3から5年。出産してから1年で、再び発情するようになるが、授乳期間中は、排卵が行われない。生後8から11年で思春期を迎え、生後14年で初産を迎える。寿命は30から50年。チンパンジーよりも、直立二足歩行が得意で、食物を運ぶ時などに、 数十メートルを直立二足歩行することもある。黒田ス駅は直立二足歩行がボノボの母親依存と言語獲得能力に関係しているのはないかと見ている。人間だけが行うと考えられていた正常位での性行動を行うことが発見されている。個体間の闘争はチンパンジーと異なりほとんど観察されていない。そのため、 平和的な動物であると考えられることが多い。ただし、雑食性で小動物や多種の猿を狩ることはある。多くの道具を使うことが知られている野生のチンパンジーとは異なり、野生のボノボは道具使用の報告がほぼ皆無である。一方、飼育下のボノボはチンパンジーと同様に積み木を高く積み上げたりカップを重ねたりする。ラは言葉を教えるプロジェクトを行い、 とという2。頭のボノボが英語を理解することを確認した。また、このプロジェクトで以下のことを自ら、または人間に声のみによる指示を受け。ったパックマンのルールでは、普段はパックマンが敵に触れるとアウトになってしまうのに対し、パワーエサと呼ばれるアイテムを取ってから、一定時間の間は敵に触れることでボーナス点を取ることができる。つまり。 条件によって自分と敵との強弱の立場が逆転する。ボノボはこの複雑なルールを理解し、普段は敵から逃げ、パワーエサを取ってから一定時間敵を追いかけることができる。スーサベージボーのプロジェクトは2000年2月13日に NHK スペシャル、漢字とパンバニーシャ天才ザルが見せた脅威の記録で放送され、この番組のビデオも市販された。 生息地では食用とされることもある。例外的にワンバ地区では食用とすることが禁忌とされていたため保護区に指定された。森林伐採や焼き綿農業、内戦による生息地の破壊、食用、ブッシュミートの狩猟などにより生息数は減少している。法的に本種の殺害や捕獲が禁止され、生息地が保護区に指定されるなどが、 保護対策が行われている。一方でこれらの思考や保護区の管理は不十分で密漁されることもある。1977年にチンパンジー族単位でワシントン条約付属書 I に掲載されている。日本ではパン族チンパンジー族単位で特定動物に指定されている。動物園での飼育も行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。